はい、こんにちは。こんにちは。今日もやってまいりました。デイキャンプです。皆さん、早速準備をしましょうか。はい。準備が終わりました。はい。で、今日ね、まあ、風が、まあ、強いってさっき言ったんですけど、うん、まあ、管理されてる人が来てね、ちょっと風が強いですねっていう話をして、うん、で、まあ、焚き火をしようと思ってね、うん、一応全部持ってきたんですけど、うん、今回はね、断念します。はい。まあ、火の粉もやっぱり飛んだりして危ないからね。うん、ということで、シンプルにバーナーで今日は料理をしましょうか。はい。で、はい、今日はまた無料キャンプ場ということで、はい、場所の詳細は控えさせていただきます。はい。超笑顔でありがとうございます。すいません。よろしくお願いします。ただいまの時刻、11時57分。あ、もう12時なの？うん。だよね。ご飯を食べましょう。はい、お腹すいた。今日は焚き火台がないから、うん、バーナーで料理をしていこうと思います。はい、だからだ、お腹空いてんだ。お腹の時計が昼を示してた。今日も指で。今日も 1.5 マックスで。マジ？マックスだと多分無理かもな。ちょっと硬いかも。固形燃料だと。親子丼だよ。あ、そうなの、うん、だからちょっとぐらい硬くてもいいよ。テルルテテテテテルルテテテテテルルテテ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 テルルテテテ。皆さんこんにちは。本日もキャンプクッキングのお時間がやってきました。まあ、残念ながらちょっと頭見切れてるんだけど今日はもうデイキャンプというよりピクニックやな。だね。ツリーハウスがあるじゃん。すごい。え、上がれんのかな。作り的になんかちょっと怖そうだ。怖そうだよね。うん、ただ階段もなくな、うん、登れるような感じではないよね。すごい。上がってきたね。うん、いっぱいいっぱい水入れたからね、うん、いっぱいいっぱいっていうかここまでの線ですよっていうとこまで入れたからさ、うん、これをね買ったんですよ。ほら、そう、ちょっと持ってて。
そう、虫除けパラフィンオイルね。うん。まあ、虫除けハーブって言って、あるなんだってね。あの、燃やしてる時もちょっとこう、ハーブ系との香りがして、うん、まあ、虫が寄ってきにくくて、うん、で、すすも出にくいんだって。ああ、そうなんだ。うん、で、まあ、灯油よりは、まあ、夏場はそっちの方がいいですよ、みたいな。うん。で、まあ、試しにちょっと買ってみました。はい。まあ、これで虫が来なければね、うん、初夏だからね、キャンプでさ、初夏ね、初夏どんだけ虫が来るのかが分かんないからね、そうそうそう、対策はしていきたいと思います。これに入れるってことね、うん、このランタンに入れるんだけど、うん、ランタンそれこないださ、あの黒いのも破棄したじゃん、うん、オイル漏れでさ、うん、やっぱりもう一個買わないとダメだわ。いやだからあれ買ったじゃん。何で、LED ライトはこの虫除けハーブは入れれないでしょ、うん、入れれないけどさ、虫除け用のランタンを買わないといけない。じゃあまたこれでいい。車が動いてた。これでえ、またこいつのかも。今まあこれはさ、うん、なんていうのかな、うちのスタイルにランタンが合ってるかどうかわからないから、うん、とりあえずで買ったランタンでしょ、うん、で、うちも今ランタン必要不可欠じゃん、うん、ってなるとさ、もうちょっとこうグレードの高いのでもいいんじゃないかなと思うんだけど、ね、ピュアハンドってことでしょ。あ、ピュアハンドってことでしょ。ピュアハンドね。ピュアハンド、ピュアじゃないから。ピュアじゃない、はずい、はずい、知ったかがバレた。結構ドヤ顔で言ってたけど、ピュアハンドってことでしょ、ね、ピュアハンドってことでしょ。フィアハンド、そうそうそう。はず、まあフィアハンドでもいいんじゃないかなって思うんだけどね。どうどう、蒸気が出てる。うん、出てるよ。あ、シュッシュッシュッってなってるね、うん、本当だ本当だ。どうなの、どうだろう、もうちょいかな。でもいっぱいいっぱい入ってるんだよね。あ、だけどもうちょいかも。なんかそのシュッシュのがちょっとちっちゃくなるんでしょ、うんうん、今めっちゃ出てるじゃん。そうそう、じゃちょっと固めでご飯作ってみる。うん、今回は固めで。うん、でどうすんの、もういいの。いや、もうちょっとだと思う。うん、あとじゃあ1分。でも俺は蒸気が結構多いもんね。多い？まあいいような気がしなくもないけど、ね、どっち？火力がどんなんなの？火力強め。うん、強めにしたよ。だけどガスバーナー自体にあんまりガスがもう入ってない最後らへんだから、うん、火力を多くしたところで多分ガス自体はあんまり出てないと思う。そのパラフィンオイルいつまで持っとくの？あ、もういいの。何今の、うん、切るよ。いい、で、しばし蒸らし。タオルは？この午後の紅茶の、うん、ザ・マイスターズ甘くないフルーティー、うん、多分新発売だと思うんだけど、これ美味しい。甘くないから本当飲みやすいわ。微糖って感じで、うん、これはいい。どれとも変わんないんだろうけど、絶対変わんない。でもまた外れのあの黒みたいなのが違う。これだったらまだいい。これに
マホを。これでご飯失敗してたらなかなか笑えないね。うん、笑えない。じゃご飯開けていいよ。よし、失敗してないことを祈る。このご飯を見ていきますよ。ちょっと熱いか。どうかな、ゆるい気がする。私どっちだと思う？ん、ちょうどいいと思う。おお、良さげ。うわ、ちょうどいいよ。あ、ちょうどいいね。でしょ。あ、ちょっと焦げてるね。うん、でも最後の1分が余計だったかも。ちょっとごめんなさい、あの、汚くて。冷凍ネギ。冷凍してたネギだからね。ちょっとしなっちゃったけど。大葉もちょっと。何？これ大葉。大葉もちょっと散らします。そして。セブンで買ってみたのね。うん、卵ポテトサラダとポテトサラダ、これも一緒に食べてみよう。うん、俺ポテトサラダね。うん、私卵ポテトサラダ。大葉がアクセントが効いてよくな。うん、ね、もうちょっと入れてもいいぐらいだったな。
ございます。きっともう30分以上経ってるよ。あと5分ダメ。Behind you, and now I wonder why won't you?